はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、皇居内に不審者の侵入を許し、しかもですね、それを隠蔽していたという報道について占っていきたいと思います。はい、これ週刊新潮さんかな、んで報道されていて、かなりですね問題になってるんですけれども、というのもですね、まあ中国人の男性かなが、入ってはいけないところに皇居内ね入っていってしまって、でそれをですね取り押さえるのがすごく時間がかかってしまった上に、まあ、それをね隠蔽していたらしいんですよね。でそれがまあだいたい数年前、 1、2年前かなっていうふうに言われてるんだけれども、まあ、そもそもね皇居っていうものすごい特別なところにね警備もたくさんいるはずなのに、なぜ男性が侵入してしまったのか、その原因ですよね。侵入を許した原因と、あとはですね、まあ、その男性が危害をね皇族方に加える可能性があったのか、あったのであればかなり大変なことでございますから、その面もねタロットちゃんの方に今回ね聞いていきたいと思います。はい、ではですね、占いを始める前にお知らせだけにしていきたいと思います。私ミーはですねオリジナル占い再生戦術で日々ですね占いをさせてもらっております。インスタ動画の概要欄で簡単なタイプ別診断ができるようになっておりますので、気になる方はチェックしてあげてください。占い個人鑑定、お悩みカウンセリングも行っております。こちらもね気になるよって方はですね動画の概要欄から詳細ご覧ください。スピリチュアル占いのサブチャンネルも準備中でございます。よろしければご登録の方よろしくお願いいたします。さて、ではですね占っていきましょう。じゃあまずですね、侵入を許した原因を聞いていきましょうか。はい、はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、ですね、まあ、今回正逆を取らずにね読んでいきたいと思うんですが、なんだろうな、多分警備してらっしゃるのは航空警察さんだと思うんだけれども、なんかね結構パツパツっていうのがすごい見えてます。というのもこちらですね、ワンとの9なんですが、これ追い詰められるとかそういった意味があるんですよ。ですので、まあ、そんなことないとは思うんだけれども、なんかもう組織自体がもうなんか手一杯、なんかカツカツ感がすごいんですよね。だから本来人員配置すべきところにも人がいないって、いたとしてもなんか気持ちがいっぱいいっぱいで目が行き届いていないとか、なんかそんな感じがちょっと見えるんだよな。なんだろうね、そんなはずないと思うんですけれども、でこちらです、ソートの9が出てるんですけれども、これがですね思い込みによる絶望とかそういった意味があります。ですので、思い込んでる。で、その思い込みが何かって話したんだけれども、なんか自分はできないとか、どうせできないとか、ちょっとそういったことの、なんか本来はそうじゃないはずなんですよね。私も一回航空警察さん見たことあるんだけれども、皇居に行ったことがあるんで、本当にね、しっかり警備してらっしゃるなっていう風な印象があったんですが、なんかどうもね、この時ばかりはもう無理だって思ってる感じが、すごくしていた。っていう風に見えますね。なんだろうね、ちょっとね、皇居を守る方々がそうなるとちょっと思えないんだけれども、はい、で多分それの原因かなと思われるのがこちらになるんですが、これがですねソートのクイーンになります。って意味的には生真面目とかそういった意味があるんですね。ですのでテキパキ仕事をするとか、ですのでまあいいんだけれども、ただこれが行き過ぎるとね、他人の姿勢を批判するとか愚痴をねくどくど言うとか、そういったところにもなりかねるカードになるんですよ。ですのでもしかしたら結構こうすごく厳しくおっしゃる方がいたのかもしれない。このね、警備の方々に対してなんだけれども、それが一歩間違えるとパワハラになるような、ちょっとそういう厳しすぎる部分がちょっとあったりなんかして、それによって結構傷ついてしまって、もう無理だとかだったりとか、まあ、かなりパンパンなスケジュールとかそういったのを組まれてしまっていて、でその穴を突かれてしまったっていう感じがちょっとあるのかなというふうに思いますね。それで行くのであれば、なんかちょっと
気の毒というか、若干パワハラめいた部分がちょっと終わりだったのかなって感じがするんですよね、クイーン。そうだね、外のクイーンは生真面目すぎるっていう意味合いもあったりなんかするんで、ちょっとそういうのが根底の原因としてあったのかなという感じがしますね。はい、ではですね、今回の件がですね、今回の男性が、被害をね、皇族方に加える可能性はあったのか、そこら辺どうなのかって部分ね、聞いていきたいと思います。よいしょ。はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、そうですね。はい、皇族方への危害をね、加える可能性ですが、正位置が1枚しかないので、大丈夫です。なくはないけれども、そこまでのつもりで入ってきていた感じではないのかなというふうに思いましたね。なので、直接的にこう傷つけるとか、皇族方はね、そういったことはなかったのかなというふうな感じがいたします。天皇陛下とかね。なんだけれども、とはいえ、それ以外にもね、こう、被害の加え方はありますからね、例えばこうね、いろんな仕掛けをしたりとかね、情報をね、盗んだりとかそういったこともありますんで、侵入自体がよくありませんから、そこはね、良くないと思うんだけれども、直接的なね、被害を加える可能性はちょっと低かった感じですんで、ちょっとね、一安心しました。良かったですね。はい、じゃあ最後ですね、なぜ隠蔽したのかって部分ですね。そこの隠蔽しようとした人物の、気持ちをね、最後占って終わりたいと思います。よいしょ。はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、今回もですね、正逆を取らずに読んでいきたいと思うんですが、こちらがですね、一番目を引くんですが、相当の5になりますって意味的にはね、根回しとか裏工作とかそういった意味があるんだけれども、このね、隠蔽された人物はですね、かなりそういったものが得意なのかなっていうふうに思います。で、同時にね、やっぱりこの隠蔽された方、にはかなりライバルがいっぱいいるという感じがしますね。で、ライバルがいっぱいいて、熾烈な争いがある。で、そこで自分の、欠点とか、今回の不手際ですよね。そういったものが出てきては、本当に傷がついてしまうし、負けてしまうというのがあるから、もう根回しとか、そういったものをやったっていう感じが見えております。なので、そのまんまですね。想像通りというか、そのままのカードが出たかなという感じがするんですけれども、で、同時にこちらですね、これがソードの10になるんですが、やたらソードがね、多いんですけれども、ソードはね、頭で考える意味があるんですが、ソードの10なんですが、これがね、予感が的中するとか破滅とかそういった意味があります。ですので、ぶっちゃけ、心のどっかでこんなことが起きはしないかっていうふうに思ってた感じがありますね。この人物ですので、ちょっとこのね、警備の方々の大変な状況とかちょっと分かってた感じがする。かなりパツパツで、それになんかちょっとパワハラ的なものもあってしんどいと思ってらっしゃるのを、うすうす分かってた。もしかしたらこういうことが起こるかもしれないと思ってた警備状況とか見て。なんだけれども、それが的中してしまったっていうのが、ありますね。そう思ってるのであれば何とかしてほしかったところはあるんですけれども、ちょっとそういう感じがあります。で、それが出てきてしまったから、根回しとか、で、なんとか抑え込んだっていう風な感じが見えてるんですけれども、ね。はい。で、最後ですね、こちらです。愚者のカードになります。で、これがどういう意味かって話したんだけれども、
まあ、愚か者と読みますので、まあ、カードちゃんがそう言ってるとも読めなくはないんですが、どっちかっていうと、自由になりたいっていう気持ちの方が強いかな。なので、やっぱりこういった不祥事が出ると名前がね、出たりとか、存在を知られるじゃないですか。で、まあ、悪評もたって、ちょっと後ろ指に、ね、刺されると。それが嫌だ。やっぱり自由でいたい。楽でいたいっていうのがあって、まあ、こういったことをしたのかなというふうにも思います。で、ノリっていう意味もあるので、まあ、やっぱり衝動的に、隠そうっていう風にしてしまったっていう感じがちょっと見えますね。やっぱりそうか。そうだね。裏にあるのはやっぱライバル同士の熾烈な戦い。まあね、ああいう官僚組織ってなかなかね、そういう戦いがあるという風に聞きますから、ちょっとそういうのがあるのかなっていう感じがいたしますね。まあ何はともあれ大変だと思いますけれども、今後こういうことがないようにですね、頑張ってほしいと思います。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。あとですね、見たいよと占い等ございましたら、コメント欄の方に書いてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。